こんにちは、鳴く虫研究所の後藤です。今回は秋の鳴く虫を採集に自然公園にやってきました。今から早速採集開始しますんで、動画最後までご覧いただければと思います。このチャンネルでは鳴く虫やいろんな昆虫の取り方飼い方の動画を公開していきますんで、ぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、それではスタート。コオロギをつかめたいと思います。取れるかな。鳴いてる鳴いてる。ハラオカメコオロギが鳴いてますね。どっかあの辺で鳴いてます。というね、草を刈った後のこういう伏せてある下にね、コオロギがよくいます。鳴いてる鳴いてる。おった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 。よいしょ、だぞ。ハラオカメかな。おしゃしゃ、入った入った。通りました。ハラオカメコオロギゲットです。あ、ハラオカメのメスですねこれ。ハラオカメコオロギのメスゲットです。やりました。よし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 。よっしゃ、やりました。これはハラオカメコオロギのメスです。よっしゃ、メスがおるということはオスがおるっちゅうことやからな。ちょっと網を一段伸ばしとこうか。右足速いかな。あ、なんかマダラスかな。あ、ちっちゃいのおったな。よくや。おったおったおった。よっしゃ、入った。マダラスかな。マダラスですね。マダラスのオス。あ、これメスやな。マダラスのね、メスゲットです。よいしょ。おっとっと。ここ。マダラス。おっしゃ、はい、マダラスのメス1匹ゲットです。おったおったおった。よいしょ、おっと、取れた取れた。あ、マダラスも取れた。よしよしよし、マダラスと、あ、これちゃうわ。これやちヒロシギスズや。ヒロシギスズのオスゲットです。いやいやいや、いろんな虫がおりますね。よしよしよし。それとまたまたハラオカメのメスですね。よし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 。お、久しぶりに取ったな。よいしょよいしょ。このちっちゃい方がね、これヒロシギスズのオスですね。うん、ハラオカメメス2匹目。よいしょよしよしよし。そしてハラオカメコオロギのメス2匹目ゲットです。よし、入った。またまた原おかめコールメスゲットです。よいしょ。はい、原オカメコオロギのメス3匹目ゲットです。ああ、どんどん取りましょう。楽しいなあ、秋の長文字採取。あ、またまた。よし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 、ここや。ここからおやす。よし、入りました。またも取りました。原オカメコオロギメスゲット。よしよし。はい、ハラオカメコオロギメス4匹目ゲットです。ハラオカメのオスが取りたいな。お、泣いてる泣いてる。おっとおっと、またまた原オカメやな。おっとった、原オカメオスメスや。よっしゃ、これなんか、よっしゃ、取った。メスはどこ行った。おっとっとっと、これメスがおる。よっしゃ、取った。よっしゃ、やった。原オカメのオスメスゲットです。お、これもる、これもる。よっしゃ、よっしゃ、またまたやりました。よっしゃよっしゃ、やっとハラオカメのオスが取れた。ハラオカメコオロギのメス6匹とオス1匹、合計7匹ゲットです。やりました。ハラオカメコオロギは意外といい声で鳴きますからね。皆さんの一番身近なコオロギがハラオカメコオロギじゃないでしょうか。もう家のね、庭なんかによくいますから。で、あまりにもね、普通種なんで、人気はそれほどでもないんですけど、意外といい声してます。だから僕はハラオカメコオロギ大好きです。はい。ハラオカメハラオカメコオロギの成虫オス1匹とメス6匹、そしてヒゲシロスズのオス1匹、まあ20分ぐらいですかね。まあまあじゃないですか。はい、それでは今回はこの辺りで終わります。今回も動画最後までご覧いただきありがとうございました。